信じる理由を教えてくれ。すんごい息遣いが聞こえるんですけれども。どうもピーチスと申します。ようこそ幸せになりたかった人というゲームへ。こちら視聴者の方からお勧めいただいたゲームなんですが、以前もいろんなゲーム実況いたしました鹿野口さんという方がご制作なさったゲームということで、まあ、今回もやっていきましょうか。幸せになりたいのはどっちなのかな。スペースを押すと人が離れますと書いてありました。それではスペースキーで人を離なになになに、くるくるくる、スペース、あ、なるほど、スペースで押せるんだ、突き押せるんだ。オッケーオッケーオッケー。なんて言ってるんだ。お母さんはあなたの味方よ。お母さんなのこれ。それを押しちゃうの。味方よって近寄ってきてくれてるお母さんを押す。どういうことですかこれは。幸せになりたいのはどっちなのかなって。お母さんは、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 わー、カムダウン。ちょっとよくわかりませんが。あ、これ遠くに押すたびにちょっと声が遠くなりますね。で近づくにつれて声が大きくなってくるみたいな、あ、そういうところなんか素晴らしいですね。空間が 3D 感がありますもんね。なるほど。あ、何でお母さんのことを信じてくれないの。そうですよね、味方よって言って近づいてきてくれてるお母さんを押しちゃうわけですから、左右に全く同じお母さんと息子さんの写真がありますが、あれは何なんでしょうか。なんで同じ写真が、なんでお母さんのことを信じてくれないんですか息子さんは。すごい、もう部屋がどん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 傷だらけになっていきますね。でこれさらに部屋から追い出すみたいな。別に、あ、でも本当にこのスペースを押すたんびに部屋が汚くなっていきますね。それ虐待とかそういうことなのかな。なんで信じてあげないんですか本当に。聞く耳持たずですよね。もうなんでの時点で押せますからこれ。それは私次第なんですけれども、お母さんもそれしか言いませんからね。信じる理由を教えてくれ。こっちに、こっちはなんでお母さんを信じないといけないのか。別に進展はないですね。でもなんかそういう気持ちのすれ違いなのかな、これは。息子さんとお母さんとの、どういうことなんだ。何を信じればいいんだ私は。え、ちょっと待って、ちょっと待って、スペース、スペース押しても何も。お母さんの言うことを聞きなさい。ちょっと部屋がもうサイレントヒルみたいにちょっと裏世界に入ってる。え、なんで。お母さん、お母さん許して。お母さん好きです、大事にしますから。お母さん、お母さん、お母さんがくちゃくちゃになってる。ちょっと、もう何言ってるかわかんないよ。あ、目の前のお母さんは消えているけど、写真のお母さんも消えてる。どういうことだ。え、どういうことだ。え、え、どういうこと、どういうこと。え、ちょっと、もうちょっと、ピーって。え、なんかコマンドがある方、上上下下、左右左右、 BA みたいな。ちょっと、 2000 years later。 さあ、あれから5分ぐらい待ってみたんですけれども、特になんか変化とかはないので、これで終わりだと思います。まあ、ちょっと衝撃的ながらも、ちょっとなんか深い意味がありそうなやっぱりゲームでしたよね。ということで、ぜひ皆さんも遊んでみてください。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。次回もまたよろしくお願い申し上げます。あれ、なにこれ、おい、ちょ、はぁ、あ。おい、てめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。